チン家族会議なんだなんだどうしたどうした何事ですか父上また戦ですか天将は頑張りますよ違う違うが戦と同じほど重要な事柄だ よいか、息子たちを心して聞くがいいそれがしは先ほど我が主たるマスターよりバレンタインチョコレートなるものを拝領した <laughs> お前たちも聞き及んでいようがこれは当世においては人の一生すら左右しかねぬという大事我らは。 お返しをせねばならる。確か,確かに。うひゃー、楽しくなってきたな。楽しむな天禄。こいつは本当に一大事だぞ。知恵を絞って考えねばなりませんね。何を返礼品とすべきか。うん、しかし父上。 この皇天下長兄として一つ言わせていただきたい返礼品の前に大前提としてやらねばならぬことがあるかとこれは弟たちもみな同じ気持ちでしょうすなわちそなたたちの気持ちは分かった。 父として誇らしくも思うしかし難しいのではないかでもさあ父上難しいそれをやってこそだろ何時ではありますが不可能ではないかとて天んだってやる気は十分ですどうやるのかとかは分かってないですけど。 兄様たちの言ってることが間違ってないのはわかりますうんそうかもしれんなわかったであればこの父に任せておけなーに心配はいらん普段の鍛錬はこのためにあったともいえよう <laughs> 頼もう我武聖王皇彦の長子にして西鳳山主王道の聖居道徳神君に学び指導し同士皇天下と申す者正式に言葉を交わすのは初めてながら主殿 こたびは素晴らしき贈り物をいただいたゆえ何はともあれその礼を直接言わねばならぬと無理を言って惨状をつかまつった次第。心よりお礼申し上げるもったいないお言葉ああ一つ 良いまおれいやわた私はかなり硬い態度でご挨拶申し上げましたが「まだ足りない」とか「逆に堅苦しくて困る」とかありましたら言っていただけると <noise> そうですかそれは良かった。 場合が場合なら天禄のやつは飛ばさなくちゃならんところだった。あいえ。諸事情により、私はこれで失礼せねばなりません。短い時間でしたが、ご挨拶できて幸いでした。今後とも何とぞ、我らと父上をよろしくお願いします。玉金わあ、いないんだった。 それでは。どうです、主な俺は甲天禄、甲彦の次男。天下の兄貴と一緒で、一言お礼を言いに来たってわけっす。 そうそう、知ってるかもだけど兄貴は小さい頃ろ仙人にさらわれちまってたからさこっちの方が食いもんが良かったのかなわかんねえけどとにかく親父にチョコレート本当に感謝っすでも親父はぼ年人っていうか堅物だし口下手でもあるし。 これは兄弟総出でお礼を言わんと足らんぞってことで俺たちも一人ずつ行くことにしたわけおら、もう時間切るかそんなわけでまたな <noise> <noise> はあ公彦の三男公天爵と申します愚兄たちより既に危機を呼びでしょうがこたびはどうしても直接主様に礼を伝えたくこのように参上つかまつりました。 並びに、今までご挨拶もできずにいた比例、深くお詫び申し上げます。武家の子として当然です。まあ、天下兄は、物心つく前に仙人にさらわれたせいで、帰ってきた後も少し人海の空気が読めぬところがあり、 人は何というか父上とは似つかぬ軽薄さを持って育ったので「必然僕がちゃんとしないといけなくなった」というだけで「頭でっかちだ」などとよく言われますが一人くらいはそのような人間がいてもいいと思うのです冷静に戦況を見極め時には戦いから離れることすら選択できるような。 そのような武人が話がそれましたお許しください主様まだ未熟ながら最後に我が末ってもお目通り願いたいと申しておりますしばしお待ちをさすがの父上も息継ぎが必要なようですのでうっ <laughs> どれや。あ、こ、こ、天将、天将です。この度は、えっ、ー、と、主様が、主様の。礼を。あー。ありがとうございます。 <laughs> やり直しても四男 <music> の皇天将ですこの旅はありがとうございました感謝感激です消えた <music> テンションはこのようにまだちっちゃいですが、それでもすでに無事なので、今後とも戦場で父上ともども働かせていただけると嬉しいです。さらに修行して、いつか父上みたいにもっともっと立派な武人になりたいと思っています。というか、なります。以上です。 父上の限界が近いのですぐに戻ってくるように言われています失礼します好でした <laughs> あるじの前で見苦しい姿を規則を整える暇があればよかったものの息子たちが礼と挨拶を済ませた以上父であるそれがしが続かぬのもおかしな話失礼は承知ながらご勘定願いたい。 さすがは主だ。非常に近い説明すると今まで見たこともあるだろうが我が霊気には孔一族主だっては息子たちの存在が紐づいている基本的には戦いの時にのみ現れるサーバントである某よりさらに生まれ出る影法師。 スカイマのような意味合いのものではあるのだがどうしても「主からもらったチョコの礼を一人ずつ言いたい」と申してなその気持ちに報いるべく特別にコラが主と話せるよう策を講じてみたというわけだつまり戦いの時にしか出せないのだから 戦いとこの部屋の前での素振りに次ぐ素振りシャドウに次ぐシャドウ神経をすり減らすイメージトレーニングそうすることで一人ずつ無理やりに息子たちを出現させたのだ。 4人連続はなかなかに応えたが何これすらも良き鍛錬となったエネミー100体とバトルしたような疲労度ではあるがこれで息子たちの目通りがかなったと考えれば安いものだいいな。 あるからのチョコレートは非常に嬉しいものであったならばその嬉しさを真っ向から示しそして返さねばならぬそれが皇一族としての相違であるもちろんそれは息子とそれがしからの礼の言葉だけではないこれが返礼品だ受け取ってもらえると嬉しい 気に入ってもららえたならば何より。それは見る者が見れば幸家と縁があるとすぐにわかるものだ困ったことがあれば利用するがいい幸家の味方であれば援助は惜しまんだろうまさか主がこれから陰や州へ向かうようなこともあるまいが。 一応だそれではな主よ今後ともそなたの心に応えられるよう我ら皇家は力を尽くすつもりだ息子たちとは基本的にはやはり戦場で見かけるだけになるだろうがまあ何か特別なことがあって今回のように言葉を交わす機会がないとは限らん。 その時にはまた仲良くしてやってほしい。お。う <noise> ん。<noise> <noise> 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 何を言うのか鼻の下を伸ばしてなどいないともそれがしにそなたという妻がいることは主も理解していようあのマント <laughs> 無論惜しくなどないぞそうだな世が世なら皇一族として迎え入れるというような意味を持ちかねんものではあるがまあ そうだったとしても変わるまい今さら子が一人増えたところで少しばかり家がにぎやかになるだけだそうだろう